帰ってまいりました新国立。はい、もう新国立といえば僕は現役最後ね、はい、ここで引退させてもらいました。優勝して、はい、今回は私2022年 J リーグ YBC ルヴァンカップのアンバサダーをさせてもらってます。ルヴァンカップなんですが、決勝トーナメントのチームが出揃いました。はい、今回6月29日こちら新国立でルヴァンカップのオープンドローが行われるということ で、そちらで、選手が実際に来てくじ引き引いてどこの対戦カードという決まってきます。はい。今回ですね、そのオープンドローの裏側ということで、選手たちのちょっと緊迫した顔だったり、コメントも含めていただけるということなので、あとチェアマンもいらっしゃるということなので、皆様のね、裏側を撮影させていただこうと思ってやってまいりました。まあ、ルヴァンカップを盛り上げられればと思いますので、早速行ってみたいと思います。さあ、やってまいりましたよ。やってまいりましたよ。こちらがオープンドロー会場。はい。ダダンということで。こっちが国立競技場で、はい、この前で。この前で。今日何度ですか？ですね、はい、30度ぐらいあるんですよ。夏の汗。いや、そう、始まる前からもう汗かいてるなと思って。たくさんのね、はい、関係者の方々がこうやって、はい、こういうところですよ。こういう一個一個を設備をね、はい、しっかり皆様がご尽力していただいて、舞台を揃えて選手は引きに来るわけですから、はい、組み合わせ次第では全然あれですよね、決勝まで来るカードが変わってくるってことですもんね。本当に変わってくると思います。相性もありますし、まあ、スケジュールもタイトなので、はい、対戦相手もしかしたら連続で続くとかいう可能性ももしかしたら なくはない。そうなると手の内を分かった相手同士っていうことなので、はい、2戦目はまた戦い方が違ってくれますし、まあ、いろんな楽しみ方というかストーリーが今日のオープンドローで生まれるという、まあ、貴重な瞬間です。はい、準々からホームアンドアウェイで、まあ、感覚1週間なんで。どうなんですかこれ、選手的に言うと決勝は一発じゃないですか、はいはい、でもこうホームアンドアウェイで準決と準々はやると思うんですけど、だからなんか戦い方が変わってくる。1戦目はそこで、まあ、相手の出方プラス、はい、得点差によっては次の対戦がどういう戦い方戦術で来るかっていうのはもうガラッと変わる。ヘッドセットこれからリハーサル、なんと野々村チェアマン役というか、はい、ナスチェアマンカッコ借りで、カッコ借りカッコ借り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 にしよう。怒られるんで。ナスチェアマンになったら面白いですけどね。ちょっと本気で言ってますよ。お疲れ様です。ナスと申します。すみません。よろしくお願いします。リハーサルといえどナスさんボケたらダメですから。僕はチェアマン役ですから、はい、そうです、絶対に上がる。チェアマンかどうかを正直試されてるわけですから。試されるっていうか、じゃないから。じゃ、いやいや、試されるも試すも、いやいや、じゃない。じゃないんですけど、チェアマンとどういう役職なのかっていう、チェアマン体験入部みたいな。一日体験リハ編。フジテレビ系列全国生放送生中継です。やっぱ地上波でなかなかこうね、サッカーが放映されなくなってきているっていうので、すごくサッカー界にとってはありがたいことなんで、決勝のね、緊迫感、興奮、感動、全てが詰まってますから。僕も決勝行ったのは3回です。3回、2回勝、おお、1回負けました。ルヴァンカップは上でこうトロフィーを掲げるんですよ。リーグ衣装はグランドなんで。そう、確かにそうですね、うん、だからまたね、格別なものもあります。キャプテンやらしてもらったので、あーいってあのサポートで一緒に、あの瞬間たまらないです。その当時優勝し慣れしてなかったんで、これ気をつけてください。あのもしもキャプテン、決勝でキャプテンやる方々、慣れてる方はいいんですけど、本当は下を持ってあーいってやるんですよ。僕この取っ手のところを、ね、あーいって顔全部見せる。慣れてない人は、優勝したキャプテンの方々、はい、気をつけて。なるほど。一度声もらってもよろしいですか。はい、マイクチェックで。よろしくお願いします。これ声が響いてるんですね。はい。チェアマンダンスです。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。そんな雰囲気じゃないですから。いや、本くらいしますけど、ユーモアを持っていかないと。確かに。緊迫感の中にもユーモアないといけないんですよ。時には視線は冷たいものありますよ。いや、まあまあ、そういうのをいちいち気にしちゃいけないけど、ね、そうですね、うん、お願いします。これ何か言うんでしたっけ。特にないですよね。チェアマンです。
ここまでね、きっちりとリハをやるところを見るとこの重要度が最新チームの皆さん大丈夫だったでしょうか。まあ、そのぐらいやっぱり組み合わせによってはその後左右されるという、はい、ガチモンのチェアマンが やってまいります。やってくるということで、はい、JFA ハウスぶりですか。そうですね、こんなにチェアマンが出演していただけるっていうことはありがたいことなんで。そうですよね、はい、ハッシュタグ J リーグでチェアマンも TikTok やってますから、やられてますね。確かにめちゃくちゃ面白いですよね。いやいや本当にあのユーモアというか時代のニーズに合わせて J リーグを盛り上げるっていうところを率先して体現していただけてるのでありがたいなっていうふうに思います。あ、こんにちは。こんにちは。何でも YouTube にしようと思ってます。いや、それあの野村さん、チェアマン役をやった。やらせてもらって体験をなんと選手たちの控え室、はい、ちょっと突撃いた山中選手、はい、久しぶりです。はい、ちょっと始めました。はい、始めました。いや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 い鮎川選手のホープで立ち位に立っていただけるそうですね、その胸板の厚さがすごい。最後着席の状態になるんですけども、そこに座っていただく。で、東南寺は、こちらから出て行っていただいて、読み上げ順、広島、福岡、名古屋、大阪、川崎、浦和、横浜、高原の順で、出ていく。金森選手、うん、こちら来ました。福岡から来ました。福岡から来ました。はい、一番遠いと思います、ね、一番です。確かに選べない選べない。あ、うん、まっす、はい、頑張ります。あたす、おかしくなっちゃった。じゃあオープンドロー頑張って。ない選手たちが出てまいりました。出てまいりました。いつもにこうやってね、各クラブの選手たちが対することってなかなかないので、はい、そうですよね。貴重な時間ですね、これは。これはこれで選手の表情、はい、はい、そこにも注目です、はい。こんな距離で取れませんから普段、はい、本物の選手ですからね。本当に本物、はい、あのユニフォームを披露してる人たちじゃないですから、ね、各クラブの代表選手たちトップ選手たちが集まってトップ選手ですから、すごいことですよ。で、なんと私所属したクラブが、3クラブあるっていう。でも今は YouTuber となって全クラブ回らしがない。そうですね、はい、で、なんなら今最近はもうアカデミーの方まで、いや、そうなんです、行かせていただいて、アカデミーまで行かせてもらって、はい、まだまだあのお世話になろうかなと。そうですね、はい、思ってる所存であります、はい。それ本番、那須さんは何をされる予定ですか。観覧です。リハはチェアマン、チェアマン、はい、本番は観覧です。観覧、はい、見守るっていう見守ります役割ですね。出番ないです。ジェリー YBC なんかアンバサダーさせてもらってるので、まあ、この大会盛り上げるっていうところをさせていただければと思っているので、はい、よりこれでこの大会が盛り上がるのがいいかなって思ってますし、あとまあ J リーグとかね、各クラブの人気につながればやってる意義につながる。そうですね、はい、ほら見てください、この報道陣です。すごい報道陣の天天下の人が集まって、本当に人が集まって本当にすごいことです。楽しみにしましょう、はい、僕たちは見守りましょう、見守りましょう、はい、で本番の方は、はい、あの J リーグの公式チャンネルの方で、公式チャンネル、はい、J リーグ YouTube 公式チャンネルで、放送されますので、はい、若い選手たちの力をチームとしてクラブとして信じながら、彼らがどのぐらい伸びるかというところがこのタイトルに近づけるかどうか一番大切なポイントではないかなと、クラブの時はそう感じながらやっていました。
まあ、一つ一つ目の前の試合に集中して挑むってことと、まあ、次こそは勝ちたいなっていうふうに思います。セレッソ大阪さんにはリーグ戦で負けてるので、まあ、その時の借りを返して次は勝てるように頑張りたいと思います。まあ、本当にタフな戦いにはルヴァンカップでもなると思いますけど、チーム一丸となって、頑張っていきたいと思います。ドローが終わりまして、はい、フォトセッションだったインタビューセッションということで、今、湯川選手と高田選手、宮市選手もあそこにいらっしゃいますし、はい、宮市選手もかっこいいですね。様になりますね。各セッション見てください。はい、ジャービスか福岡さん、実際高田さん、中村さん、サンサンです。はい、こちらは、お疲れ様でした。暑い中、暑い中あっちゃんがやった方が良かったって言われて、なんかリハの方で一回良かったって言われて今日はですね、一応オープンドローの裏側を、はい、お届けしようということで、やっぱりこう選手もちょっとこう緊張感入って、はい、のでちょっとオフの部分を含めて、ありがとうございます。さすが YouTuber、 はい、本さんはちなみにこちらの、旧国立ではどうでしたか？いい思い出ないか勝ったことあるかな俺、何回かは当然やったことある。決勝の舞台ってことですね。決勝だった。いやいや、でも昔 J リーグとかここでやってたこと多いんだよ、はい、ああ、そうなんですね。あのホームとか関係なくですよね。うん、そうそう、はい、4万とか最初の頃だから入ってたんだ、はい、ここでサッカーできるのかな俺ら。ここでですか？お金払えばできるの？お金払えばできると思いますお金やろうよ、ちょっと聖地をやってみたいです。すごい、そういうのはやってみたいです。僕はすごく思い出深いでした。なんで優勝1回、2回、昔の国立でしょ、はい、あ、でも新国立ヴィッセル神戸で最後優勝して終わったんです。天皇杯、まあ、出てる感じですけどまあでもいいわ、はい、はい、こちら新国立から本日オープンドロー対戦カードも決まって、これからつい激戦が繰り広げられるんですが、こちらに記載してある通り2022年10月22日、はい、こちら新国立で決勝行われます。で、今日いた8チームの中から2チームが決勝に進んで、はい、激戦がここで繰り広げられますので、はい、皆さんぜひこの新国立競技場に足を運んで応援していただく。足を運べない方はフジテレビ系列で全国生中継ということなんで、もう地上波でやられてるので、皆さんぜひねご視聴していただいて応援していただければと思いますので、改めてなんですが J リーグ YBC ルヴァンカップ準々決勝準決勝決勝とこれから行われますので、皆さん熱い声援で優勝を目指して頑張りましょう。新国立からでした。